皆さんこんにちは。今回は10月25日から11月1日までのニュースをお伝えします。ではラインナップをご覧ください。トップニュースでは品川区立学校連合音楽会の話題をお伝えします。トピックスでは放置自転車クリーンキャンペーン、違反屋外広告物の除却の話題を、その他ご覧の出来事をお伝えします。では最初のニュースです。品川区立学校連合音楽会の話題をお伝えします。10月29日と30日の2日間、キュリアンで品川区立学校連合音楽会が開催されました。これは音楽の演奏を通して児童・生徒たちの交流の輪を広げ、音楽教育の充実を図ることを目的に毎年実施しています。区立の小中学校および義務教育学校29校が参加。2日間で4回のステージが行われ、各部の始めは全員で翼をくださいを合唱しました。それぞれの学校が熱心に練習を重ねた合唱や合奏を披露。なお、この音楽会の様子はご覧のチャンネルで全編放送いたします。続いてはトピックスです。放置自転車クリーンキャンペーンの話題からご覧ください。10月29日大井町駅周辺で駅前放置自転車クリーンキャンペーンが行われました。このキャンペーンは放置ゼロ、きれいな街でおもてなしをスローガンに実施。駅周辺の広場や道路などに自転車などが放置され、歩行者の通行や災害時の緊急活動の妨げなど大きな影響を及ぼし、全国的に社会問題となっていることから、放置自転車の一掃と利用者のマナー向上を図ることが目的です。この日は地元の町会、商店街、企業、警察など39人が啓発グッズを配布しながら、道行く人々に放置自転車をなくしましょうと呼びかけました。11月1日、五反田駅周辺で品川区が関係機関及び区民団体の協力のもと、違反屋外広告物除却などの活動を行いました。この活動は景観を美しくすることと道路を正しく利用してもらうことが目的です。この日は品川区役所、大崎警察署のほか、ボランティアとして五反田一丁目町会や社団法人東京都宅地建物取引業協会品川支部の18人が、電柱などに貼り出された貼り紙などの除却作業や道路上の立て看板の是正指導を行いました。次は講演会や講習会の話題を4つ続けてお伝えします。10月25日、区役所で講演会、都市ボランティアから学ぶおもてなしの心が行われました。誠にありがとうございます。この講演会は
開催まで1年を切った東京2020大会に向けて、品川区をみんなで盛り上げ、未来の品川のまちづくりにつなげるため、ボランティア活動について考えるきっかけとすることが目的です。講師は2012年のロンドン大会でコベントリー市の都市ボランティアディレクターを務めたデイビッド・バウイさん。ご自身の経験をもとに都市ボランティアの重要性などについて話しました。また講演の後には、品川区独自のボランティア品助の皆さんを対象にワークショップを実施、6つのグループに分かれてボランティアの役割について話し合いました。10月27日第3日の小学校で認知症講演会が行われました。この講演会は認知症への正しい理解を深め、認知症の方と家族を地域で支えていくことを目的に開催。テーマは認知症と共に生きるです。講演会では、認知症になっても良いと思える地域を目指してと題して、 NPO 法人もちもちの木たぬきクラブ代表竹内さんと、モントリオールオリンピックのボートで出場した柿下さん、仕事っていう部分では今あんま変わってないんですけども、デイズ BLG 八王子のメンバー南さんに加え、同団体の代表取締役の森谷さんが講演。まだ走る。また認知症の方と家族を支えるために活動している認知症対策の普及啓発キャラクターくるみちゃんが、品川区の認知症対策事業を紹介しました。10月27日品川産業支援交流施設 SIP で映画上映&講演会、食品ロス削減について考える一日が行われました。容器がいったんですけれども、食べてみました。講演という何に対するものというこの講演会は社会貢献製品支援事業の一環で開催され、認定企業である株式会社蔵出しと品川区の共催、食品ロス月間である10月に食品ロスの現状を共有し、身近な場所から食品ロスを削減できる方法を伝えることが目的です。その一歩でも、その食品ロス問題を取り扱ったドキュメンタリー映画ゼロ円キッチン上映の後、講演を実施しました。講師は食品ロス問題の専門家である井出さんと、株式会社蔵出しの関東代表取締役社長、どのように食品ロスを減らしているのか、それぞれの活動内容などを紹介しながら説明し、参加者はメモを取るなど熱心に話を聞いていました。これも一つそのおかしいんですよ。だから多分英語の論文とか、あと国際機関ですね、国連の。また21日から30日までは区役所で品川区消費者センター主催の食品ロスを考えるパネル展、食品ロスを減らすできることから始めようが開催されました。10月29日と30日の2日間、品川区社会福祉協議会で子ども食堂運営者などを対象にした衛生講習会が行われました。でそれの飛沫がこう飛び散るじゃないですか、いろんな始まりになっております。で本日はこの講習会は品川子ども食堂ネットワーク事務局と品川 CSR 推進協議会会員の株式会社モスフードサービスとの連携企画、食品衛生に関することや食中毒、食品管理についての理解を深め、今後の子ども食堂の運営に役立てることが目的です。講師は
株式会社 MHS 店舗指導グループインストラクターの島津さん、食中毒の予防方法や正しい手の洗い方などについて説明しました。でこの3つの条件が揃って初めてプラス時間経過とともに手洗いに始まり手洗いに終わるというあの衛生の基本を教えていただいて、手洗いをすることで細菌を防げるというところがあのとてもためになりました。参考になりました。続いては大井第二地区ふれあい交流卓球教室など地域の話題をお伝えします。10月26日山中小学校で大井第二地区ふれあい交流卓球教室が行われました。この教室は大井第二地区支え合い活動会議が主催、卓球を通して幅広い世代間の交流を図ることが目的で、3歳から79歳までのおよそ60人が参加しました。この日はラケットの持ち方やボールの打ち方から教える初心者コース、簡単な卓球ゲームの楽しむコース、トーナメント形式の試合コースに分けて実施。子どもから高齢者までが一緒に卓球を楽しみ、笑顔あふれるイベントとなりました。10月27日三木小学校で大崎第二地区の運動会が開催され、地域の方などおよそ600人が参加しました。午前中にはパン食い競争やラグビーボールをスティックで転がしてゴールを目指すホッケーレースなどの競技を実施。昼食の時間では地区委員会特製の豚汁が振る舞われ、参加者たちに大好評でした。午後には親子で参加の初めてのお使いなど楽しい競技がいっぱいです。そして最後は毎回一番の盛り上がりを見せる町会対抗リレーの決勝、大崎4丁目町会が優勝し2連覇を達成しました。10月27日東海中学校で品川第二地区の総合防災訓練が開催され、地域の方などおよそ600人が参加しました。訓練前には10月に発生した台風や大雨により犠牲になられた方々へ黙祷が捧げられました。会場では怪我人が発生したと想定した応急救護訓練や初期消火訓練などを実施。親子体験コーナーでは子ども向けに訓練用消火器を使った的当てやバーチャルリアリティでの防災体験などが行われました。最後は東海中学校や地域のミニポンプ隊などによる一斉放水訓練。日頃の訓練の成果が披露され、会場からは大きな拍手が送られました。10月27日第二円山小学校で荏原第二地区の総合防災訓練が行われ、およそ900人が参加しました。自分たちで守るという精神に立って、今回の訓練は東京で大地震が発生したという想定で、主に3つのコーナーからなるコーナー訓練を実施。震災資機材取扱いの説明や展示などを中心とした救出訓練コーナー、 AED 操作方法を学ぶ応急救護訓練コーナー、スタンドパイプなどを用いた初期消火訓練コーナーを回りながら、参加者たちは熱心に訓練に励んでいました。
またミニポンプ隊、区民消火隊、消防団による一斉放水訓練も行われ、日頃の訓練の成果を披露しました。次はティーンズコンサートなど3つ続けてお伝えします。10月27日キュリアンでティーンズコンサートが行われました。このイベントは品川区民芸術祭2019の一つとして実施、誰もが気軽に参加鑑賞でき、質の高い文化芸術に触れ親しむ機会として毎年開催されています。第1部は小学生から社会人までの5団体が日頃の活動成果を発表。第2部では参加者全員によるティーンズ合同演奏が行われ、会場全体が一つとなっていました。10月27日西大井広場公園で品川区住宅祭りが行われました。このイベントは品川区住環境改善協議会が主催、今回で37回目を迎える秋の恒例イベントです。会場には耐震構造が施された住宅の骨組み展示のほか、丸太切り、釘打ちなどの大工体験コーナーなどもあり、子どもから大人まで一緒に楽しんでいました。倒壊建物に閉じ込められている要救助者を、また町の建設救援隊による災害時における倒壊建物からの救助デモンストレーションも実施。他にも新築の家で行う建前の実演が行われ、桑村副区長らが威勢よくお餅やお菓子をまき、イベントの成功を祝いました。なんか久しぶりに餅まきを体験できたんで、すごい楽しい、懐かしい、子供に戻った、最後にお菓子をまいていただくのがとっても子どもたちがいい顔してました。楽しかったです。10月27日品川総合福祉センターで品福紅葉フェスタが行われました。紅葉フェスタが始まる。このイベントは利用者の文化的な活動の促進向上を目指すとともに、地域の方と施設利用者の交流、施設に対する理解を深めてもらうことが目的です。日立ソリューションズ吹奏楽団による演奏でイベントがスタート。会場では福祉施設の皆さんによる模擬展のほか、ボッチャ体験コーナーなどもあり、多くの方でにぎわいました。またステージではサンバのパフォーマンスやハロウィンファッションショーなどを開催、楽しみながら交流が図れるイベントとなりました。今回のニュースは以上です。さて次回は11月23日から東京2020公認プログラム、みこし連合渡御の話題などをお伝えします。 CM の後は特別番組と区からのお知らせをお送りします。引き続き品川ホットホット、お楽しみください。なるとこんな風に満開になるんです。ここにもここにももっと桜があるといいよね。皆さん、ふるさと納税で
品川の水辺を桜でいっぱいにしませんか。記念品もご用意してます。詳しくはこちらまで。